兄弟動画始まるよ。こんにちは、さあやです。こんにちは、ゆうやです。今日はですね、何をすると思いますか？てかね、寝癖やばい。今日は兄弟動画でやってほしいっていうリクエストがあったのでやってみたいと思うんですが、愛してるよゲームをやってみたいと思います。何それ？俺もやんの？二人でやるの？やりたくない。それやるならさ、彼氏とやってよ。でもいいの、今日は兄弟動画で今からロシアンルーレットやってみたいと思います。ロシアンルーレット？うん。なんで？お母さん用意して。なんで愛してるよゲームはやらないの？やんない。なんで？教えんな。はぁ、ゆうくん企画？うん。じゃあゆうちゃんどれが入ってるか分かってるってこと？分かんない。うん、じゃない。もくよくよしない。2個？2個。そんなの私、ルールをお母さんに決めてるから何が入ってるかはもう答えは分かんないから。はい、俺が取ってくる。は？早く食べなきゃ。なんで？せーので。うわぁ、おいしい。これ食べないとダメよ。俺ものものわんもう何この企画。てか、うえちゃん分かってたでしょ、どっちに何が入ってたか。だって選ぶ暇もなかったもん。最初分かんなかった。何かが入ってて、なんだこれはと思って、そしたらなんかしょっぱくて、で分かったの。椎茸の佃煮。椎茸の佃煮もシュークリームも絶対一緒にしちゃいけない。あれは吐き出しそうになった。これの中身なんかさ、シュークリームやな。え、チョコだ。普通のじゃないってことか。最初はグー、じゃんけんぽい。きたー。なんか重いもん持った瞬間に。ん？なに？なんかさ、お姉ちゃんばっかだもん。辛いもの、辛いっていうか、なんか塩辛いものとか美味しくないものとか、お姉ちゃんにわざと仕掛けてるでしょ。仕掛けてる。仕掛けてるよ、これは絶対。実はドッキリ仕掛けました。でしょ。はい。最初のグー、じゃんけんぽい。最高いきます。あー、うまい。え、辛い？これどっちも入ってない。ん？お母さん。これどっちも入ってる。お父さん、感じなかった。そうかってます。当たった。だろ。最初はクリームの味しかしなかったから当たりだと思ったの。うん。そしたらなんか後からからしの味がしてさ。え？姉ちゃんからし大嫌いなのね。顔が深刻です。顔が深刻です。当たってる？うん。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 おいしい。うん。おいしい。うん。じゃあ正解言いましょうか。これが当たりました。なんかマヨネーズ的な中からさ、めっちゃ辛い。マヨネーズ辛くないじゃん。辛かったんだって。なんかヒリヒリした。お母さん何入れた？いやいや、だった。でもさ、まだね、でも、これもだから、マヨネーズって我慢できるようにと思って。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これさ、こっちでいきましょう。あ、ちょっと待って。もうダメだよ、取った瞬間。ねえ、待って。分かったわ。あの音よ。まずすぎて涙出てきた。
かお姉ちゃん今日いっぱいまずいものしか食べてないよ。飲み干してるし。はい、頑張ったね。じゃんじゃん、何味それ。コーラ味。いただきます。いただきます。うん、おいしい。これアイス買いに行った時にさ、話してた。思ったんだ。本当にまずかったです。でも頑張ったね。まあ頑張ったら私だけか。これ1個しか当たんなかった。しかもちょっとやしな。姉ちゃんあれの倍やで。今度はこの弟をね、懲らしめれるようなことなんか企画考えたいと思います。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら、いつもだとチャンネル登録お願いします。せいでした。ゆうでした。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。愛してるよ。